はい、ビールジンの飛び台です。今回はじゃじゃん、このストレッチポール、腹筋、なんだ、ストレッチローラーですね。ストレッチローラーの紹介をしたいと思います。これはご覧いただいた通り、B レジェンドとマッチョ29のコラボストレッチローラーとなっております。でこれね、どうやって使うかというと、まあこうね、こうコロコロさせるものなんですけれども、まあ例えばね、腕とか肩とかだったら、こう手でね、こういう風にマッサージしたりできるんですけれども、腰とか背中とかお尻とかだったら、まあ、太ももももそうなんですけれども、大きい筋肉や、まあこう、手がね、届きにくいようなところだったら、ストレッチしたり、こう、ね、押したり、圧をかけるのが難しいと思うので、そういう時に使うのがこのストレッチローラーです。まあ、例えば、まあこう、お尻のね、上にこういう感じで、こうね、コロコロするだけでも、大臀筋のストレッチ、そして、筋膜リリースですね、になります。で、こう腰がね、痛い人はこんな感じで乗ってもらってもいいんですが、こう真正面、真横に乗るんじゃなくてね、ちょっとこのね、背骨がこうね、わかるかな、中心にこう背骨があるわけなんですが、そこに対して、中心に対してまっすぐ乗るんじゃなくて、ちょっとこうね、斜めに、脊柱起立筋っていうのがこう背中のここに背骨があって、脊柱起立筋が横にあるんですけれども、その脊柱起立筋をこうコロコロするようなイメージでやってもらえれば、こっちもね、こういう風にコロコロするような感じでやってもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっとやってみましょう。こんな感じでね、ちょっと斜めになってやってもらうとちょうどいいです。こう背骨の上にね、ダイレクトに乗っちゃうと、かなり腰、背骨痛めてしまうので、ダイレクトに骨の上はやらないようにしてください。あくまでも筋肉の上です。でこれやるとね、腰痛があったりとか、背中腰に重みがある人なんかは、で体重を乗せすぎるとかなり痛いですから、まあこう足なんかでね、こうちょっとこう体浮かしたりしながら、圧のかかり具合を調整しながらゆっくりやってください。でこう逆もね、こういう感じで、こんな感じでね、昨日が見やすいかな。だから背骨の中心よりもちょっとこう横側をね、やったらいいです。はい、であと、まあ太ももとかもね、いいと思います。太ももなんかもこういう感じで置いてもらって、こうね、こう転がしてもらうといいですね。こんな感じでちょっとこうね、片足ついてこうね、乗っかるような感じでやったりね、ちょっとこう外側、太ももの外側をやったり、いてやったり、内ももをねこうやったり、はい、いいと思います。で、あとね、太ももの前面とかね、この、腸腰筋とか、方向筋とか、こういう、まあ、あるいは大腿四頭筋、太ももの筋肉とか、この辺りを、まあ、全体的にこう刺激するような感じでね、こういう感じで太ももの付け根とか、太もも自体とか、これも角度を変えながら、角度を変えてやるんですね。はい、で、まあ、肩とか背中とかもね、で、あと背骨に対して、まあ、さっきね、こうダイレクトに、まあ、これ前後逆ですけれども、こうじゃないですよと、ちょっとこうね、斜めのこの横側やってくださいね、背骨ダイレクトに乗せないように気をつけてくださいねって言ったんですけれども、縦にしてこうね、横にこうコロコロするっていうのも一つ、まあ今胸でやってますけど、胸もそうですね、こういう感じで、これも結構痛いんですが、分かりにくいかな、こういう風にね、いてコロコロ、あ、痛いコロコロするといいですね。胸とかね、胸の付け根とかね、ゆっくり、また気持ちよくなってきます。こういう感じでね、
ちょっとこう、コロコロ、ちょっとコロコロさせながらね、逆の胸もやって、コロコロさせたりですね、あと背中も、こういう感じで、背中も、こう背骨にね、今、背骨の上に乗ってるんですけども、足でね、こういう風に踏ん張ってもらって、ちょっとこう、軽く揺らすぐらいで OK です。もう腰、背中、くれぐれも気をつけてくださいね。あの、勢いを持って行っちゃうと喧嘩しますからね。今これ背骨の真上に乗ってます。で、そこからちょっとこうね、左右にコロコロしたりね、左右にコロコロ、これもくれぐれも気をつけてください。足で踏ん張りながら、あるいは手でね、床を押さえながら、圧がかかりすぎないように気をつけてください。ああ、気持ちいいですね。気持ちいいんだけど、はい。で、このね、イボイボがあるじゃないですか、イボイボが。こういうね、デコボコとかイボイボがあるから、これがなんか程よくね、こう筋肉を圧かけてくれていいので、ぜひ、使ってみてください。このマッチョ、マッチョ29と B レジェンドコラボのストレッチローラー筋膜リリースの、ストレッチローラーの紹介でした。ぜひ皆さん、これを使ってみてください。それではさよなら。